あの時の同期の新人王って誰だったの？1年12月ぐらいにやるんだよね、新人王決定戦。その時誰だった？コンバット言った。豊田のりおじゃなかったかなと思あ、います。本当に。あ、じゃあ新人王はトヨタちゃんだったね。それで、そうそう、豊田なんだよ豊ね。田です。豊田豊の田り豊田お。って呼んでたんだけども、そう、その次の年の豊田ちゃんが入ってきたから、豊田って呼んでたから、同じ豊田と思ったわけ。私も豊田とかって、まあ、新人だから豊田ちゃんのこと呼ぶんだけど、豊田じゃなくて豊田ですって言われた気がする。なんか、あれあれ、そうかそうか、豊田ちゃんだったけど、あ、豊田ちゃんなんだみたいな、なんかすごい言われた感じで、すごく笑いもせずに言われて、すごい、あ、すいませんみたいな感じの覚えてる。豊田ちゃんが、それ強い人が下にいたんですよ、私たち。強いね。そうか。あ、じゃあ、トヨちゃんが、何位ぐらいだったの？新人王の時は。私は3位か決勝ぐらいで負けてしまっ本当たに。のかなと思いますね。あ、本当。じゃあ、トヨちゃんが優勝だったんだ。じゃあ、一応、その同期の中では、一番ね、次の年から開けてもらえる人だよね。会社の中でね。そうですね。売り出す人、トヨタのりおだったんトヨタのりだ。お。その時はもうずっとベビーフェイスで、全然もう入った時からずっとベビーフェイスにもちろんなりたかったいよや、ね。ヒールはでも憧れでした。あ、本当。でも会社の人にもそういう話がたまたまそういう話になった時に、私は極悪同盟には、その時極悪同盟っていうがもう本当ヒールの全盛期だった時だったので、入りたいね、入りたいですって言ったら、もう鼻で笑われて、相手に全くされなくあ、て、本当。聞こえあ、まじゃあす。もう悪役にもなりたいっていう選手が出てきたのは、本当に61年とか60年ぐらいから出てきてたんだね。そうですそっね。かそっでもか。アジャが最初にやっぱりその本格的にメイクし始めてっていうのは同期の中ではもう一番の最初のスそターっトか。だったと思アジャは本当はもうベビーフェイスになりたかったんだけども、悪役になれって言われちいます。ゃって、いやいやね、入ったんだね、きっとね。あ、そっか。もうじゃあ、それもう2年目ぐらいからそういう動きなんだね。もうそうベでビーフェイすスのね。人、悪役の人で、じゃあアジャはもうそっち方向、裏街道の方に行ったんだね。どうだった？その同期の中でなる人、なれなかった人とかなるわけじゃん。ベビーフェイスになりたかったんだけど、アジャはなれなかった。九度目はヒールになりたかったけどもなれなかったで。この先がなんか、もうなんかすごく私たちはその一つ上の先輩とか同期とかと戦ってるのに、どん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 先輩方と戦っていく姿を見て、もうすごい先進んでるなって思ってたんですけど、私辞めたのがちょうど2年ちょっとしてから辞めたんですね。2年ちょっとだけだったの、戦場にいたそうの。なんです。だからもうその時はそれを見て、ちょっともうじゃあ私その上を頑張らなきゃとか追いつかなきゃっていう気持ちよりも、なんかフェードアウトしていきたいっていう気持ちの方がどんどん大きくなっていったんじゃないかなって。あ、で、本当今に。思えば、あ、そうだったんだ。あ、2年半しかいなかったんだ多ね。分そのくらいしかいないですあ、そうね。なんだ。すごい、そんな感じじゃなかった。もっと多分4年ぐらいいたかなっていうイメー本ジ当があっでた、すイメージか。はね。やめよう、実際にやめるっていうふうになった、まあ、理由というか、きっかけは。その時はいろんな自分の中でやっぱり悩みとかいろんな問題が出てきて、一番やっぱり精神的に気持ちがついていかないみたいな感じになってしまって、そうするとなんか考えすぎたりとかして、胃腸の問題になってきて病院通って、あ、そうだったの。電車の時に病院通ったの。もう毎朝練習前に近くの病院に行って点滴打ってから練習に行動に入るみたいなあ、感じじ。ゃあ本当に虚弱体質っていうか、胃とかそういう中身の弱いあれだったのかな。今まではなかったんですけなど、やっかっぱりたんそのだ。前助さんに入ってから全然だね。そういうやられたね。兆候が出てきたというか、それまではもう本当10代の14、15なので、もう能天気に過ごしてたんですけど、やっぱりそういう部分では悩みが出てきたりとあ、やっかしぱて、いろいろ、やっぱ前兆はつらかった。辛かったですね。やっぱり本当今思えば、もう子供なんで常識が全然常識だと分かってなかったりとか、失礼な発言してしまったりとか、失礼な態度を取ってしまったりとか、やっぱり前女さんなので、上の先輩20代30代近くの先輩もいれば、10代のみんなが一緒に行動するのそうに、だよやっぱね。り全然もう学生気分というか、敬語すら満足に使えなかったりとかって、そういう中でやっぱり自分の中でも
本当無礼な、自分ではその時はそう思ってないんですけど、うん、でも今時間経って思えば私失礼な態度取ってたなって多々あるんですよ。本当全然その九度目が敬語を使わなかったっていうことも全く覚えてもいないし、そんな風に多分ないから、うん、覚えてないと思うんだけど全然その使ってるつもりなんですけど、うん、でも多分できてなかったんだな。本当でもあの子は無礼な子だねとかっていうのも全く全然そんなイメージなかったですか。私でも、うん、中野さんにすごくいろんなことを、うん、無礼なことをしてたのをすごく思い出して、本当、はい、私は大宮スケートセンターでずっとこれを思ってたんですけど、うん、その時はもう自分の気持ちが先だったので、うん、後から自分がこう後輩を持つようになってから、うん、大宮で、うん、中野さんがタイトル戦だったんですよ、うん、その時に、うん、でタイトル、うん、はい、私もその時に初めてのジュニアの決勝戦だったんですよ、うん、ですごくタイトルに挑戦できて、しかも決勝でこれが勝てたらベルトだ、うん、でも相手は先輩だ、うんうん、相手先輩だったんだ、はあ、でも結果負けてしまって、うん、もう実力から言ったらもう当然って言ったら当然なんですけども、うん、で私はそこでまた悔し泣きをして、うん、ガッって号泣してたんですよ、うん、でも本来だったら新人はもうそこの自分の勝敗よりも自分の試合終わったら雑用して先輩に用事をしてとかってしなきゃいけないのに、うんうん、私そこでずっと泣いてて、うん、あーって泣いてて、うん、そしたらパッて気づいたら、うん、その角に中野さんがいらっしゃったんです。それでそこはあえて多分中野さんが集中しようと思って一人の場所を選んだと思うんですけど、その角にいらっしゃったので私目に入らなくて、私泣いてたらあれ誰かいるかもしれないと思ったら中野さんがすごい集中してて、こっち試合前に一人でこうやってやって集中してるのに、普通だってうるさいとか何泣いてるのとか仕事行きなさいとかうるさいって言うはずなのに、何にも言わないで集中でぶつくってこっちいろいろこうやっていろいろ集中してたのを見て、うん、私はバカだなと思って慌ててやばいと思ってそっと出てったんですけど、でもその時のことがすごい忘れられなくて、普通怒るって、私だったら絶対にそんなことされたらちょっと邪魔だから出てってくれないっていうのにずっと集中されてて、うん、本当は多分覚えてないから、はい、集中してて聞こえなかったと思ってそれもなんかしくしくじゃるで、そんなに貢献したんだ、泣いてたんですよ。でもそれぐらい悔しかったんだね。悔しかったんです、悔しかった、すごいね、すごい。でしかも相手先輩だよね。そうだったね。なんかさ、今スンと前場の時の、はい、選手だったらこうしなくちゃいけないっていうようなそのあれに入ったんだけど、はい、負けた悔してわーって泣くのはあるだろうけども、はい、先輩に負けてるから、はい、その先輩に負けたことが悔しいですっていうアピールを、もしもアピールじゃないんだけども、はい、アピールだを見られちゃった場合にやばいって思うじゃない。そうなんですよね。そうなんですよ。それも関係なくてわーって泣くぐらい悔しかったのね結構気強いんだねそういえば言ってた、あじゃが一番気強いって言ってた。気強くないです、強くないですけど、それもやっぱ今思えば思ったんですよ、うん、そういうか、うん、だって普通だったら先輩が勝って当然じゃないですか、うん、普通だったら、うん、でも負けたことに対してそこまでこう自分でわーってやったことは、しかも先輩がいらっしゃる前で言ってしまったのはダメだったの。いやいやいや、でもあ、そうか、そう、そんなに悔しかったんだね、ジュニア、うん、その時は取れなくて。取れなかったです。その後も挑戦とかはできたの？できなくて、うん、多分それが最後のタイトルに関わることで、前女の中で、はい、あ、そうだったんだ。その後もしばらくしてやめてっていう感じ。あ、そっか、じゃあ前女の中ではベルトとか、新人も取れなかったけども、はい、ベルトとかも前場のという時には2年半の時には取ってないんだ、はい、なんかアマレスをその時に、うん、やってたので、おうおうおう、あったよね、前場がなんか合同で練習したりとか、はい、アマレスの試合に出たりとかもしてたよね、はい、それも出てた。それも出ました。それではなんか3位になって、それがメダルもらったんですけど、うん、そ, それくらいで、うん、チャンピオンベルトとかは本当無縁でした。あ、そうだったんだ、はい、そのくらいからやっぱり体重もちょっと落ち始めちゃって、うん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 、前さ朝病院に行って、はい、はい、点滴打ってから、はい、点滴打ってからってすごいよね。もう、まあ、脱水だったり栄養失調だったりとかもいろんなことなのかな。そうですね。なんかとにかく練習に来たくない、うんうん、道場に来たくないっていうのが、うん、もうそればっかりだったんですけど、ジャガーさん見てるからね、あコーチコーチさんですでこういうのがダメなんですよ大丈夫大丈夫、今だから今だから言えるので、ジャガーさんもこの後で怒らないと思う、はい、うん、そっ
か、そう練習行きたくない、まあでもみんなそうだよね、みんな練習行きたくないし、うん、道場行きたくないけど、はい、でその時も、まあ、やっぱりジャガーさんは私たちにとって、うん、あの他の方にとったら、うん、もう本当に雲の上 の, このスター選手であり、うん、先輩でありって感じだったんですけど、うん、私たちはテレビで見てた人っていう感じがあって、あ入った時にはもうやめられてたので、うん、ジャガーさんも現役選手のこのなんかバリバリの、うん、怖さっていうよりかは、うん、こう見守る形の愛情表現で、うんうんね、はい、やってくださってたので、うん、私たちにとっては厳しいコーチなんですけども、うん、なんかお母さん、プロレス界のお母さんっていう感じだったので、うん、いろんなことを相談したりとか、うん、あできたんだ、あできたんだ、そうなんです、だ皆さん先輩にはそんなこと普通できないんだよって言われてたんですけど、ジャガーさんにもいろんなあのプライベートでお時間作っていただいたりとか、あ本当、はい、ご飯を食べに行ったりとか、そうなの、はい、すごい、でもそうだったんだ、そうなん、でもその時はもう自分が病んでるんで、うん、そのやめたいやめたいやめたいってなってるんで、うんうん、散々お世話になっていろんな相談事も聞いてくださってたのに、うん、辞める時だけはもう事後報告っていう感じで、うん、辞めましたみたいなもう辞めますっていう、辞めたいんですって、どうしようか悩んでますじゃなくて、うん、もう辞めることにしましたっていう段階で初めて、うん、あの伝えさせていただいて、うん、あそうだった、ジャガーさんその時なんて言った、まあ、もう仕方ないね、本当は続けてほしかったけども、うんうん、でもそうやって自分が決めたことなんだから仕方ないねっていう感じで、うん、はい、うわ、もうじゃあもう相当悩んだんだね、悩みましたね、うん、なんか多分その16、17で、うんうん、多分最初のこうそこまで体調崩してまで悩むっていう初めての経験だったかなと思います、うんうんうん、あの地元どこなんだっけ、千葉です、